きでございますが、ここはほとんど被害はなかったんですが、被害があったのが日の影温泉駅から延岡駅の間38キロございます。ここはほとんど川沿いを線路が走っておりまして、そこに4カ所の鉄橋がかかっていたんですが、そのうちの2カ所をですね、台風14号の洪水によって洗い流したわけです。これが廃線の原因です。当時これを復旧するのになんと26億円という多額な金が必要だったわけです。当時第三セクターで走っておりまして、そういう予算というものはなかったわけです。それで最終的に県と国に南海トラフ交渉に行きましたが、まあ最終的に県と国も廃線にしなさいということだったわけです。その後こちらでもいろいろ話し合いしたんですが、結局その26億円という金ができずにですね、最終的には平成19年に廃線が決まったというわけです。で、翌年の平成20年には高千穂駅から延岡駅まで約50キロが完全に廃止という形になったわけです。これが廃線までの流れです。その後高千穂アマテラス鉄道というものを立ち上げまして、今渡っております鉄橋や駅舎、トンネル、線路等を利用しまして、このスーパーカーと運行しながら、ここを高千穂鉄道記念公園にして末永く残そうとみんなで努力しております。今後とも皆さんご協力ご支援のほどよろしくお願いいたします。なおですね、この便が最終便となりましたので、この鉄橋を渡り切ったらですね、入り口のフェンスを閉めて出たいと思います。皆さんも忙しいでしょうけど、大変申し訳ないんですが、しばらくの間お待ちいただきたいと思っております。